おはようございます。黒バラ軍団の高太郎です。本日のターゲットホールは安田前橋店さんです。入場抽選の結果、約60名様くらい並びの中、僕の番号は5番でした。朝一の立ち回りなんですけども、前日の下見、そして過去の傾向からおそらく出目等対策されていると思うので、しっかりとまずは朝一の状況把握から入り、基本的にはゾーン狙い、天井狙いで立ち回っていきたいなと思います。そして場合によっては高設定狙いも視野に入れて動いていければなと思います。本日も勝ちにつながる立ち回りがお見せできればと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。僕より早い番号のお客さんはパチンコに行かれた方もいらっしゃいますけど、やっぱ絆か、まあ、昨日の下見の段階では絆よりかは窓マギ2とかの方が強かったんですよね。まあ、窓2に関してはなんか島全体的に強かったんで、もしかしたらそういう塊とかで今日もある可能性もあるんで、そういう場合は、まあ、そういうも今日が見えれば、まあ、狙っていこうかなと思います。前代変わってないんですけど、これずらされてますよね。ちょっと ずれてるんですよね。もしかしたら手で少し触ったりとかもしてる可能性もなきにしもあらずですね。まあ、刑事も変わってない、まあ、学校は聞かないですけど、なのでまずはちょっと学校チェックしましょう。まあ、まだ誰も回してないんで、ちょっと1体ずつ見ていきます。いきます。ガクン、きれいに全てのリール回りましたね。で、今右リールだけ、まあおそらくこれリセットじゃないですかね。隣行きます。いやー際どい、右リールだけめちゃくちゃ、もう一ゲーム回します。右リールブレますね。まあ弱者引いたんですけど、まあ、一旦放置します。いや今ガックンしてないですね。角さんガックンなし、角だけはガックンしたように見えたんですけど、ちょっと3台目見てみます。あーこれガックンランダムですかね。あーでも取れるか、もう1ゲーム。いやーこれ毎ゲーム動いちゃうんで、うん、ちょっとこれは参考にならない。隣の友の島見ていきます。あこれ完全ガックンしましたね。でこの台に関しては昨日閉店やめなんで、まあ、確実にリセットと、これもガックン、もう一台見ます。あとも全リセですね。で転生がちょっとわからないとランダムかもしれない。他見に行きます。コードギアスで目変わってないんで見ます。見ます。背置き、もう一台、背置きですね。三台構成は背置き。ゲーム数残ってますね。っていうことは据え置きじゃないですかね。こっちも残ってます、2台構成。ただ昨日、まあ、これ結構分かりにくいんですけど、ワンベッド、まあ、コイン1枚入ってたんですけど、ね、それは払い出しされてますね。そこはしっかりと払い出しはされてるんですが、据え置きということも。でスーパービンゴプレミアムが昨日の下見の段階では前台、まあ、ベッドランプついてたんですけど、これ消えてるんですよね、この2台。生産しました。あ対策されてますね。生産しました。多分据え置き。今店内の朝一の状況を一通り確認したんですが、まあ、お客様はバジリスク、絆、そして魔法少女、マドカ、マイカ、初代の方ですね。で人が集まって今もう満席という状況です。でリセット傾向なんですけれども、まあ、転生1台、
学区が見受けられたんですが、それ以外は据え置きっぽいと。ただ友に関してはおそらく前代リセットで、三大構成の行動ギアス等々は、まあ、据え置きなんで、まあ、機種ごとかどうかもちょっとまだわからないんですが、まあ、ランダムリセットはランダムリセットなのかなと。で、僕が確認できた範囲でまずはリセットで狙える台、そして酔い腰などで狙える台から、まあ、期待値ある台から打っていこうかなと思います。まずは北斗の剣とも、まあ、4台中4台、リセットが確認できているんで、だとすればまあ合格狙いで期待値あるので、まずは合格狙いで打っていきたいと思います。その目は。着水以下です。あ、第3停止振り向きましたね。北斗カウンター。まあ、もともと広角だったのか、もしかしたら着水か一発で上がったのかは分かんないですけど。着水以下では当たらず。ケンシロウ、おい、よくた、なんだその目は。91ゲーム中ランチェリーです。合格しさが出てからリプレイ3回引いてるんですけど、落ちてなければ全長以降ですけども、どうでしょうか。北斗カウント、まあ、これで当たらなければもう転落しているということなんで、その時点でやめたいと思います。はい、116ゲームからピンから新戦連勝者争いに敗れたのは悔しみを誤り、連勝者を辞退して、119ゲーム、ザ・キッドのバトルに発展。貴様に伝承者の目が、俺様が負けられない。貴様の命もここも、俺様が負けられない。121ゲームですね、相当強いんで、手段チェリーから判定です。行くぜ、その程度。
ドライオン。ハマってますね。じゃあ負けるんすか。セット242枚です。夏2つクリア。夏枚の100枚上乗せで2セット目です。逃げだ。継続バトルです。50% 以上ですけどセリフの時はなし。スイングの攻撃トモサー逆転、継続3点です。パンチ、50枚は乗せ3セット目です。バトル進んです。よし、ケンシロウ継続です。クイハの構えてました。でしたけど、スマイルは乗せて4セット目です。ちょっと AT 消化中なんですけど、まあ、ぼちぼちいろんな台回り始めてると思うんでちょっと確認していきます。この点数が683アビシで定めいってるんです。前日と合わせると700ゲームのゾーンのところですね。なので据え置きです。で考えるともしかしたら1台目もたまたまリール劣化とかそういうのでガックンしちゃっただけかもしれないですね。前台据え置きの可能性もあります。さてセットですね。250で当たっています。で今まだ当たってないこの台も207ゲームで雫ステージに移行していて全長来ているんでリセットですね。多分サラバンは全リセです。残り8枚のところでこれはありがたい。波動と激闘では結構差あるんでね。4セット目のバトルです。セリフ返しはせえへんか。もう動いてるんで継続確定です。110枚上乗せで5セット目です。激闘ステージで5セット目の継続バトルです。フリースも返したんで大丈夫でしょう。ほぼほぼ大丈夫。
まい。なさそうなんで今回は9ゲームでやめたいと思います。でもう一台左隣、広角狙いできるんですけど、まあ、これより美味しい台があるかもしれないんで先回り見に行きたいと思います。はい、この北斗の拳転生のショーなんですけども、現在ノーボーナス163ゲーム289アベシという台、この台前日合わせると561アベスなので、まあ、強気なモード A のゾーンと、まあ、少しだけ様子見たいと思います。ないですけど、まあ、やめられていたということは全長来なかった、もしくはレア役にいて分からなくなった。まあ、全長来てなかったらコード B ということになるんですけど、まあ、これちょっともう定かではないんでそのまま追っていくことはしません。まあ、天波に入ればちょっと分からないですけど、182ゲーム308アベして前半取りです。55アベス獲得。364ゲーム368アベシ、再び前半の時です。70アベシ獲得です。219ゲーム456アベシで前半の時です。で50アベシ獲得。125アベシ獲得です。はい、今当日のアベシ数が588アベシで、もう酔い越しでも800を超えてるんで、このまま当たるまでいきます。天井狙いに変更切り替えたいと思います。
まあ、ここからならば仮にリセットでも打てますし、据え置きでも打てるので、240ゲーム595はデシベル前半の時です。で、おそらくこれで据え置きでモード B の天井を酔い越して超えるのでどうかというところですね。帯の色は黄色、50アベシ獲得です。前日が270なんで、まあ、モード B 天井では酔い越して当たらずと、まあ、リセットの可能性もあるんですけど、まあ、まあこれちょっと暗いんでガックン見にくかったんですけど、ガックンしてないようには見えました。19ゲーム817ベスト前半の時です。日の色は黄色、65ベスト獲得です。取りましたね。427ゲーム860ベスト、持ち越しで当選です。で、持ち越しが22ベストですね。オーラの色白で投資ゲームです。勝負玉3つで1回目の真剣勝負いきます。なんとか単発を回避したいってようと思ったらエクストラ行ってくれましたね。ラッキー。ここ強敵か7揃えさせることができれば B、 かかった。ラスト勝負玉3つで2セット目です。連続勝負リップ負けますか。ラスト1個、7連敗。最後の投資分ゲット325枚でした。だけ確認します。はい、20ゲーム46アベシで、まあ、公約でちょっと引っ張られましたけど、ここでやめて他に行ってる台探してみたいと思います。はい、このバジスク絆なんですけども、現在 BC 終了後79ゲームでやめられていて4スルーしている台です。で、79ゲームまで回されているということは、まあ、おそらくモードなどを意識して打たれてたお客様じゃないんじゃないかなと。だとすると、まあ、高モードにも期待できるとも思うんで、この台を BT 当たるまで打っていきたいと思います。
レーです。335ゲームチャンスプレーからバックチャンスを受けている。持ちポイントですね。最初クエリー青です。一旦おぼろでいきます。他に打てる台下がっていきたいと思います。はい、このセイントセイヤなんですけれども、現在150ゲームでコスモポイントが870ポイント溜まっているので、この台をポイント狙いで打っていきたいと思います。はい、この台はここでやめて他に打てる台下がっていきたいと思います。
はい、この北斗の拳転生の章なんですけれども、現在211ゲーム、アベシ数でいうと900アベシハマってる台なので、この台を天井狙いで打っていきたいと思います。408ゲーム、1097アベシで赤文字チャンスですね。1101アベシ8点です。定めの時ですね。これで定め入る前と合わせて2回赤文字チャンス出てるんで、期待できるんじゃないですかね。427ゲーム、1116アベシで8点です。はい、当たりました。1117ベシです。ギリギリ持ちコインで当選です。残り数十枚というところですね。オーラの色黄色で当選部いきます。勝負玉、ここで1回目の真剣勝負です。ここは勝ってほしい。うわ、連敗。はい、この投資演武は1セット157枚単発でした。はい、少し伝承とレア子役に引っ張られましたけど、56点目160アベシやめて他にている台探してみたいと思います。はい、この魔法少女マドカマギカなんですけれども、現在180ゲームでやめられているので、200ゲーム台のモードへのゾーン狙いで打っていきたいと思います。はい、このボーナスが156枚獲得です。今日は月が綺麗だね。今日は月が綺麗だね。はい、この台は1ゲームでやめて他に打てる台探していきたいと思います。魔法少女マドカマリカを打ち終わってからしばらく台を探していたんですけれども、見つからずと、帰りの新幹線の時間が迫ってきているので、まあ、正直勝ってるか負けてるかわからないんですけれども、まあ、これ以上打つことができないので今日はここで出玉流して実戦終了させていただきたいなと思います。回収が216枚でした。実戦終了いたしました。
本日の立ち回りなんですが、朝一は状況把握から入り、ゾーン狙い、天井狙いで立ち回り、期待値を追うことはできたんですが、それ以上の出玉を得ることはできませんでした。ただこの難しい状況の中ではやれることはできたんじゃないかなと思います。本日の結果ですが、投資が200枚、回収が216枚、サマイがプラスの16枚でした。次回はしっかりとサマイも取れるように頑張って立ち回っていきたいと思いますので、引き続き応援よろしくお願いいたします。動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。